本日も動画をご覧いただきありがとうございます。宇都宮市通達生態院長の鈴木達也です。よろしくお願いします。本日の動画なんですけど、本日の動画は、腰痛の患者さん、よくコルセットだとか、ベルトみたいなね巻いてると思うんですよ。よく松本教師だとかウェルシアとかにね、いっぱいこうサポーターがありますけど、サポーターだとかコルセットだとかがありますけど、あれは巻いちゃいけませんよ、なるべく巻かないでくださいねっていう動画です。じゃあなんで、腰が痛いのに巻いた方がいいんじゃないかと思いますよね。なんで巻いちゃダメなのか今から説明させていただきますね。ペン持ってるんですけど別にここは使わないです。でそしたらどういうことかっていうと、お腹をねグッと巻いてあげると少し安定しますよね。腰が支えられてるような感じだけども、人間ってサポーターなんかつけなくても体の中に支える腹横筋っていう、お腹の横の筋肉って書く腹横筋っていう筋肉があります。その筋肉別名ね、コルセット筋なんて呼ばれてます。この筋肉がお腹の中をギュッと締めてあげることで腹圧が上がって、内臓だとか、背骨だとかしっかりこう支えてるような形になります。それで、じゃあちょっと腰痛気味だな、腰が痛いな、よしそうだ、サポーターコルセットをつけようと思ってつけるじゃないですか。で別に僕はコルセットを全否定してるわけではなくて、例えば引っ越し屋さんで、重い冷蔵庫を運びます。その時によし締めてあげて持ち上げるとか、何か重い荷物を持ち上げる時に、じゃあ腰痛くなっちゃうの怖いからと、よくジムとかでね、トレーニーの人たちが、ベンチプレスだと、ベンチプレスじゃないわ、スクワットとかねする時に腰に巻きますよね、ベルト。ああいう意味合いでしっかり固定してあげて重いものを持ち上げるって時だったらいいんですけど、患者さんの中では話を聞いてると四六時中ずっとつけっぱなしの人がいます。でそうするとどうなるかっていうと、本当だったらねコルセット筋がある程度のこの圧を加えてあげて体が安定してるんですけど、コルセットをしてしまうとコルセット筋って必要なくなっちゃうんですよ。そうすると体の中で、ああコルセット筋もういいわ、もう使わなくていいわってなっちゃうと、コルセット筋自体がどんどん弱くなってきます。でそこで、じゃあコルセット疲れたからでパーンって良くなったから外そう、外した瞬間にもうコルセット筋も弱々な状態です。そうすると体がぶれてしまって変なところに力が入る、で余計腰痛を悪化させてしまうと。じゃあなんで悪化しちゃったのかなっていうと、安易にコルセットをずっとつけていたために悪化しちゃう人が多いんですね。でもしね、もう悪化しちゃった場合、もうコルセット私ずっとつけてて悪化しちゃったわっていう場合は、体幹のトレーニングだとかね、あとそれにつながる運動連鎖の治療法だとかもありますので、もしね宇都宮で腰痛でお困りの患者さんいましたら、一度スータス整体の方に電話いただければと思います。本日は、コルセットを安易につけないでくださいねっていう動画でした。本日はこのぐらいで、さよなら。